クルリ。クルリは、千葉県君津市の内陸部にある大技。房総半島の中央部、帯津川の中流に位置し、江戸時代のクルリ藩の城下町として、また近年は、名水の里としても知られ、2008年6月、環境省から、平成の名水百選に選定された。大技クルリは、クルリ城の本丸及び二の丸が築かれた丘陵を、中心に、 最六の三ノ丸と北側の安住地区とからなる。安住地区は、久留里市場の上町及び新町に隣接し、これらと一体の市街地を形成している。これに対して、三ノ丸地区は、東へ大きく蛇行する帯津川、九流路が急流をうがった旧街によって、城下町とは切り離された南の断球場に位置する。典型的な山城である本丸。 二の丸に対して、江戸時代中期に入法した黒田直澄は、日常の機能を、三六の三の丸に集中させ、藩の支配の中心とした。内堀に囲まれた三の丸の外側、北の腰留和と西の外極林には、侍屋敷が置かれたが、ここは、久留里地籍には属さず、浦田地石、1889年までの浦田村に属する。大手門は、北の城下町、 クルリ市場ではなく、外局人から西の浦田村の方に開いていた。商業地区を中心として市街地を形成しているクルリ市場及び安住地区に対して、三の丸及び五ぐるは外局人の多くの部分が、廃藩後は農地となっており、城下町としての景観はほとんど残されていない。クルリ城には、雨城、霧降り城という別名があるが、 水の豊富な城として知られていた。クルリ城下は成長三景に降る大量の雨を背景に豊富な地下水に恵まれ、江戸時代末期から明治初期にかけてこの地域で改良が加えられた井戸掘りの広報であるカズサ掘りによって掘られた掘り抜き井戸が多く分布し、この水を利用して酒造業が立地している。近年はこの水を観光資源として名水の里であることが宣伝されている。 また、この地方に自生する黒文字を材料に、藩士の内職として始まったとされる、雨城用事が、県の伝統的工芸品に定めされている。大技くるりは、くるり城を含む武家屋敷地区であり、市街地は、旧城下町の商業地区である、くるり市場とつながっている。くるりを鑑賞する大技は、くるり市場のほかに、くるり大谷、くるり大和田がある。また、明治年、 1889年の町村制施行に際して、このくるり市街地を中心に、周辺の村々を合併して成立した旧、くるり町、1889年から1954年の区域を、くるり地域と呼ぶこともある。くるり市場は、くるり街道、国道410号に沿って、南、帯津川上流側から、上町、中町、下町、また上町から、 東、大滝方面へ向かう街道、千葉県道32号大滝機密線沿いの新町からなる。現在の国道や県道とは一部に、ルートの一致しないところがあるが、くるり街道、姉崎や五位、共に市原市から、や大滝からの街道のほか、木更津からの街道、六夜山を経て、佐抜富津っと結ぶ街道、清澄山を経て天津、天津、 鴨川市と結ぶ街道などが集まり、さらに、中町付近では、尾ビ川に貸しが設けられて、木更津港との間に周運が開かれ、ただし、灌漑用水の必要がなく水量の確保できた、秋から春に限られる、房総半島中央部の交通の要衝に位置していた。そのため、廃藩後も尾ビ川上中流地域の商業中心地として栄え、明治中期から、 昭和初期には3日と8日の38の市が定期的に開かれた。昭和初期以降、定期市は衰退するが、現在もクルリ街道沿いに商店街が形成されている。明治32年、1899年には、地元資本により、クルリ銀行が設立される、現地は銀行クルリ支店など、地域の経済の中心としての役割も果たしてきた。なお、地籍上の クルリ市場は以上の市街地から南東の丘陵部にまで及ぶ。この地域は古代には上佐国防田軍に属していた。クルリの地名は戦国期から見られるという。室町時代中期、上佐の戦国大名として成長しつつあった上佐武田氏の武田信長によってクルリ城が築かれ同志の分流であるマリアツ氏の擁立した小弓久保の勢力圏内に あったが、天文七年、1538年の第一次、河野大合戦により、里見義孝が掌握するところとなり、里見氏の数差における拠点となった。同合戦の後、相模小田原の北条氏の勢力が暴走に及ぶと、里見氏は、久留里城を最前線として、北条氏と対峙した。天正十八年、1590年、豊臣秀吉による小田原征伐への地産。 総武事例違反により、上佐全域及び、下宇佐南部が、里見市から没収され徳川家康に預かられると、それまでとは逆に、安房一国を安堵された里見市に対する徳川市の最前線として、大姿田田ついで、慶長七年、1602年には、土屋忠直が入法した。慶長十九年、1614年、大久保忠近失脚に連座した。 里見忠義が安亡一国を没収されて、宝器倉義に天法となったために、久留里城の最前線としての意義は失われた。大須賀、土屋の西による支配の下で城の北西方の帯津川右岸に城下町が整備された。遠方7年、1679年、忠直の孫の土屋直樹が狂気を理由に改役されたために、久留里藩は廃藩。 クルリ城も、廃城となったが、翌八年、千六百八十年に、上佐国の某田、市原二軍のうちに万国が、上野前橋藩の堺忠清に火蔵され、中世は、クルリ城下の安住に陣屋を置き、安住陣屋、同藩の上佐支配の拠点とした。漢方二年、千七百四十二年に、堺市の上佐国内の放置が、上野国内他に移され、変わって、 黒田直澄が上野沼田から入法して再び、くるり藩が立藩され、ついでくるり城も再建された。以後、黒田氏の支配の下、明治4年1871年7月の廃藩地県を迎えた。廃藩後のくるり県を経て、同年11月に、木更津県、明治6年1873年には、千葉県に属する。明治4年の廃藩後、 城下町の市場村、明治元年に金ヶ崎藩に移っており、すでに、くるり藩地下ではないに対して、武家屋敷地を含む、旧城郭の区域がくるり、町及び村は小さないとして編成され、明治22年、1889年の町村政志向に際して、くるり市場村とくるり、及び、周辺12村他を合併して、防田軍くるり町が発足した。明治30年、 1897年、軍の統合により、機密群久留里町となった。昭和29年、1954年に、松岡村、亀山村と併合して、君津群和佐町の一部、昭和45年、1970年に、機密町他と合併して、機密群群町の一部、昭和46年、1971年に、同町の市政施行により、 君津市の一部となった。2017年、平成29年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は、くるり地内を通っていないが、くるり駅、JR 東日本くるり線を利用することができる。また駅東側に、バス停、くるり駅前。 国道410号があり、以下のバスが利用できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。